フランク・フォレスター・チャーチ3世は、アメリカ合衆国の弁護士、政治家、アイダホ州選出の民主党上院議員。日本では、ロッキード事件の引き金役となった、上院外交委員会多国籍企業、省委員会委員長として知られる。1924年7月25日に、アイダホ州ボイ市で生まれる。若い頃には、アイダホの上院議員のウィリアム・ボーラを尊敬しており、 大石高校に入学して、生徒会の会長を務めると、1942年には、スタンフォード大学に進学した。1943年には陸軍に入隊し、情報部員として、中国、ビルマ、インド戦線に従軍した。1946年に軍を退役すると、再び大学に戻り、1947年に、学士号を取得した。1947年には、 ベサイン・クラークと結婚し、ハーバード・ロースクールに入学したが、一年後には、スタンフォード・ロースクールに転学する。そこでは、背中の下部が痛み、原因は、マサチューセッツの冬の寒さと考えたが、痛みは収まらず、清掃癌と診断されて、抗癌の一つと線を切除され、余命に、3ヶ月と診断される。しかし、別の医師によって、X 線治療が行われたことにより、 回復した。この二度目の機会は、後に、人生自体、非常に危なっかしい提案であり、生き方は、大きなチャンスを得る、唯一の機会である。と、熟考されている。1950年には同校を卒業し、ボイシで弁護士を開業した。フランク・トベサインには二人の息子、フランク・フォレスター・チャーチ4世とチェース・クラーク・チャーチがいた。フォレストは2009年に死去した。 チェースは、ボイ氏に居住している。1956年、上院議員に32歳の若さで当選する。1967年、マクガバン、フルブライト両上院議員と共に、ベトナム戦争の解決を要請する声明を発表し、翌1970年5月共和党のジョン・シャーマン・クーパー上院議員と共に、アメリカの一切の軍事介入禁止を求めた。 クーパー・チャーチ修正案を提出し、一躍脚光を浴びた。1973年、チリのサルバドール・アジェンデ政権崩壊を契機に、多国籍企業の活動が外交に与える影響が大きいとして、上院外交委員会のもとに多国籍企業、省委員会が設置されると省委員長に選出され、アジェンデ政権崩壊に関与した企業と CIA の関係を追求した。 1974年、アメリカの資源外交とメジャーの癒着に関して、石油メジャー15社を対象に公聴会を開催する。1975年、CIA の内外における非合法活動が明るみに出た際、情報機関の活動を監督する、情報活動調査特別委員会が上院に設置されると、同委員長を兼務し、同年11月、 CIA が5件の外国要人暗殺に関与したことを報告し、1978年に外国情報評価法の制定に寄与した。1976年、チャーチ委員会による FBI とコインテルプロの調査を開始するが、その活動は違法とみなされた。ロッキード事件関連では、チャーチ委員会にロッキード社のコーチャン副社長を関門して厳しく追及し、 日本政府交換に対するトライスターキュリコミに関する情報を聞き出した。1984年1月に水臓ガを発症して入院し、同年4月7日にメリーランド州ベセズダの自宅で死去。59歳。ありがとうございます。